ありがとうございます。鈴木さんは赤城乳業に入社されたのが1900何年になるんでしたっけ ?70 年です。1970年に入社されて、はい、で、それで1981年。1年にガリガリ君ですね。はい。まあ、入社11年目あたりで。そうですね。まあ、ガリガリ君以外にも、コンビニとかでね、よく見ることができるブラックだったりとか、はい、ガツンとみかんとか、はい、ワッフルコーンですか？ワッフルコーンですね。これセブンイレブンさんのオリジナルになりますけど、ワッフルコーンとかを提案させていただいて、今でもセブンさんの売り上げの、そうですね、年間でアイス部門じゃ4番を張ってると思うんですけども、18年ぐらいか、もう20年近くなるんですけど、非常に安定した順調な商品になっております。はい、最初に赤城乳業に入られる時っていうのは、まだ今ほど赤城乳業がこういう CM とかで流れたりとかしてない状況の中、選ばれたってことですよね。はい、